ちはやふるというのは、僕が初めて日本で出演させていただいた映画でして、そんなちはやふるで新人賞を、このような賞をいただけることは本当に光栄でしかないです。まだ芝居のことを全く知らなかった僕に、一から芝居を教えてくださったスタッフの皆さん、共演者の皆さん、そして監督には本当に感謝してます。これからは人の心に響くような芝居をできるような役者になれて、なっていけるように精進してまいります。ありがとうございました。検査おめでとうございます。ありがとうございます。初めてだったんですね。僕は初めてでした。そうなんですね。なんかでも、かるたの修行に行かれたってお聞きしたんですけれども、どのような修行をされてたんですか？2週間ほど福井に行かせていただいて、福井弁をしゃべる役だったんですけど、福井に住んでる役で、いろんなそうです体験をさせてもらいました。ね。それはかるたの修行もかそるれすたる。の修行、そして福井弁の修行に行ってお、きました。それは自発的に行かれたんですか？監督に物の哀れを学んでこいと言われまして、物の哀れを学んでこい。最初は全く分からなかったんです物の哀れは学べましたか？言葉にしろというととても難しいことなんですけど、何か得られたかなと思います。ぜひ一緒に時間を過ごした広瀬すずさんから一言、そうで真す剣佑さんにね。お願いします。でも真剣佑君、本当すごいストイックで、かるたも誰よりも強くて、もういつか本当選手になっちゃうんじゃないかなっていう勢いでものすごかったので、そういう姿がすごく私は現場で刺激的でしたし、毎日現場にいたんですよ、自分のシーンがなくても。そうですか。そうなんですだね。からなんかすごく幼馴染の役として居心地が良かったです。真剣佑さん、本当に受賞おめでとうございます。ありがとうございまおしめた。でとうございます。改めて新人俳優賞を受賞された皆さんの前途に大きな拍手をお送りください。